梅崎です。梅崎です。真っ白です。美沙です。パパパレーバパーティーでーす。パラパラ。はい、というわけでね、パパの皆さんには、はい、まあ、これからね、プロレスとかいろんな活動してると思うんですけども、はいはい、まあ、皆さんにはね、これからね、多分いろんな強敵と多分戦っていくことになると思うんですよ。さまざまな強敵と、まあ、だからやっぱりこう強敵にこう体を慣らしていかないといけないと思うので。何慣らす、うん、今日はやっぱある強敵とこう戦ってもらいたいな。え、待って待って、怖い。え、試合とか。え、試合じゃないんですけども、はい、今日はある強敵をご用意しています。はい、それはこちらです。うわぁ、うわぁ、極撃から辛い、極撃から焼きそば、はい、いろんな YouTuber の人とかこれ挑戦してますけども、パパパの皆さんにもこちらに挑戦していただきます。うわぁ、マジか、これやばいやつですよね、はい、すごい。そんな辛いんですか。え、結構これ肛門が大破するやつですよね。そんなに肛門が大破。皆さんにあの用意してますんで完食していただきたいなと。完食？はい。そんな辛くなさそう。いや、食べてください。え、ゴールが完食ってこと？はい。辛い。ゴールが食べれないけど、食べれないけど、言うてそんな。これもう出来上がってる。言うの忘れました。ああ。中も赤い。すごいね。うわ。本当？うわ。いや、やばいよ。本当だ、なんか辛そうかも。いや、めっちゃ辛い。匂いはでも意外と普通かも。うわ。え、真っ白激辛いける？私いけないです。いけなそう。ああ。本当めっちゃ辛そう。どうやって切る？え、チュチュは？私辛いのは好きなんだけど、うん、これ多分どう超えてるよね。多分どう超えてる。マシロちゃんからタップを。あ、嘘。そう、絶対辛い。やばい、怖い、怖い。マジじゃん、マジじゃん、やばい。涙出そう、涙出そう、涙出そう、涙出そう。リアクションが。やばい。ちょっと何？ドッキリと同じ感じが来た。
食べなきゃいけないな。あ、来た、事故に来た。事故だよ、事故。もちろん、もちろん、紙コップの片手に大食いの人みたいな。え、めっちゃ辛い。行くしかないよ、これ。練乳欲しい。すごい、うなぎさん、すごい気合が早っ。違いますね。え、待って、やばい、これ。じゃ、鼻水がやばい。うん、鼻水やばいです。あ、やばい。練乳がいい。あ、ちょっと止まれない。口はつけないから、これでいい。お茶もらってもいいですか。やばい、すいません。あ、やばい、やばい、やばい、牛乳を抜いた。やばい。練乳いい、練乳いい。痛い。大丈夫。練乳めっちゃいいです。一旦他のもの食べてもいいですか。やばい、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 止まったら終わりだ。うん、本当に止まったら終わり、これ。ちょっと、マジで、もう行こう。ちょっとしか食べてないのに。やばい、ちょ、これ行くしかない。痛い、痛い、痛い。小さいし、なんかすごい一体出てくる、なんかよだれと、なんかよし。お、梅崎さん、すごいですね。すごい、すごい、すごい。なんで食べれないんですか。気持ち。お、食べた。気持ちとかじゃない、これ。すごい。え、やばい。なぎさんが完食した。後ろまだ立った自分。やばい。お、無理、無理、すごい。すごい。あなんで、ミスさん、おにぎり食べたい。一旦おにぎり食べたい。一旦おにぎりを食べて。うん、すいません、やばい、やばい、やばい。おにぎりって甘いんだな。なんか、これ食べた後に海苔食べるとすごい甘い。言ってない。無視されてる。これドッキリじゃないですから。やばい。これドッキリじゃない。舌が痛すぎる。いや、やばい。マジでやばい。ちょっと待って。明日何曜日？やばい、明日何曜日？やばい、金曜日、金曜日。あ、試合です。
試合ないでやばいよ。なんマジ試合。朝試合？朝試合じゃないで。なんで食べるよ早く。構造が違うし、こういうところからもう遅刻の感じ出てる。おお反省してないな。結果してなかったじゃないですか。やっぱ反省してないよね。心入れ替えもしなかったんです。これもう食べ物以外は何でもできる気持ちです。今もういつのそれ。しかも混ざってねえね。じゃあちゃんと混ざってね。うわあ。全然食べない。食べれないし。行きます。心配になる。一回でも行こう。おお。すごい。さすが。それぐらいだったら食べてあげたいって私。これ多いね。きついよ。全然食べてないのにこんな違う。いや見てるだけで辛いな。すごいね。胸毛さん辛いですか？辛い。いやこれ本当にやばいよ。止まんなければ。なんで食べれるの？なんかしびれがやばいマジで。痛い。痛い。すごいね。すごいね。なんで食べれるの？すごい。やっぱ気合が。こういうふう。やばい、だってほぼ減ってないからね。そうだね。すいません。初期のまま。でもこれは無理だよ。何これ？どういう顔マシロさん。なんか情けない。本当に。完食です。イエーイ。おめでとうございます。ありがとうございます。おー、コメントお願いします。ちょっとコメントお願いします。なぎさん、この今日パパパまず第一の関門いつからペアに勝ちましたよ。ちょっと待って。すぐに試合後のスタートを出さないとプロレスラーだな。バックステージで。はい。うわぁ。ちょっと待って。本当にこれやばいんだって。全然食べてない。ほぼ食べてない。あーやばい。完食しました。イエーイ。疲れ果てました。すごい私の分までうなぎさんが食べてくださって本当に感謝感激です、はい。もうやりません。勝ちました。うなぎさんと梅崎さんのおかげでこのタッグは勝てたんですけど、自分自身にはとても負けてしまったので悔しいです。ありがとうございました。じゃあ次はもう2人のために私が身代わりになってでも頑張るので言ってくるか。はい、絶対身代わりにならないでしょ。なります。いける。辛いのと虫以外はもう怖いものないので、何かあったら頼ってください。うわー、火が出る、マジで超辛いんだけど。みさきさん、じゃあコメントお願いします。いやー、こんな、なんだろう、こんな辛いとは正直思ってなくて、びっくりなんですけど、チームワークというか、みんなで一致団結して食べちゃった。ちゃんと食べさせればいいのです。
な、なんか鼻水出る。めっちゃ入れたけどわいや本当これでも緩和されるね。本当にやばいんですよ。牛乳じゃ全然緩和されないぐらい、練乳レベルまでいかないとちょっと本当に無理。ちょちょとはやっぱ男らしいね。かっこよかったです。でも今日のことは一生忘れないでほしい。本当だよ。はい、すいません。本当ですね。これ逆にチームに亀裂が入ったんじゃないですか。いやでもまあ目的が同じ一つの敵と戦うなら、まあ、何でもやりますけど、今日のことは絶対忘れず、これが倍に返ってくるとも知らずに、真城とミサは生きてればいいと思う。不穏なこと言うなよ。そうだそう。不穏なこと言うなよ。怖い。まあでもね、うちらも死ぬほどもうしばかれてきてますけど、先輩にもたくさん助けてきてもらってるので。そうですね、これぐらいはね、やってね、背中見せつつやっぱ超えさせてはいけないと思うので、間違いなくプロレス界をひっくり返すのはもううなぎさやかなので。あ、うなぎさやかなんで、うちはうなぎさやかなので、うちはまあまあそれは一生見せていきたいと思います。まあしかもこれをさ、ちょっとやってない葵もどうなのってちょっと今。あ、じゃあ復活したらこれちょっと やらせようよ。これとね、遅刻ドッキリをね、両方死ぬ。やっぱ一回休むってことはそういうことだから。そう、大事、大きいね。うん、悔しい。本当かよ、このおにぎりとかお菓子他のもの食べ始めてたじゃん。悔しい。本当だよ。すいません。マジでこれマックスじゃない。これマックス、ここ激辛がマックス。で、これソース2個入れたらいいってこと。やばい、致死量だよ。え、それは葵だけ食べるの。葵だけ。リベンジしてもいいんじゃない。一緒にね、葵ちゃんと。そうだよ、リベンジしてよ。そうだよ、リベンジ。やってないんだから。え、いいの負けたままで。いや、麻酔した。負けたままでは終わってないです。麻酔、味は感じる。マジか、まだでは。何負けたままでは終われないです。じゃあまた食べる、これ。やってやる？言ってみ？言ってやる！お！またこれ食べてやるよって。タコで食べてやるよ。いつでもかかってこい。ほんとかよ。顔引きずってるじゃないか。引きずってないです。お、そうなので師匠さんやるということですね。またリベンジを、リベンジマッチをね、リベンジマッチしたいと思います。このままでは負けないので、はい、もう我はパーティー、はい、まあまた、はい、やりましょう。はい、やりましょう。というわけで、はい、じゃあこれで、はい、じゃあ手を合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。